はい、今年もこの季節がやってきました。ネスプレッソのアドベントカレンダーですね。アドベントカレンダーって、まあ、海外でやっている、この12月に入ったらね、クリスマスまで1日1個何かしらが入っているね、あのカレンダーをポコッと開けてそれを楽しむみたいな、そういうやつですね。もういくつ寝るとみたいな、そういうやつです。はい、ということで今日ね、もう4日なんですよね。あの旅行行ってたんで、なので今日4日分開けちゃいたいと思います。まず1日1日目ここです。フェスティブブラック、はい、じゃあ2日目行こう。はい、2日目ね、探すのがね、4日でしょ。2日目、はい、2日目ここです。これはエスプレッソなの、アルティシオ。はい、はい、3日はこっちかな。はい、何の感触ない、そんなグリグリやんなくたっていいでしょ。インテンソじゃん。マグだ。あ、これあれか。ルンガ。いや、マグだよ。いや、マグじゃないじゃん。マグも。230サイズはマグですよ。うん、はい。4日はハンテカだ。これ4日。これだってペコってペコってやってさ、これだけでいいじゃん。痛くちゃ。はい。フロステッド限定のやつ、カラメルか、キャラメル、キャラメルナッツフレーバー、ね、フレーバーのやつ。はい、ということで4日目まで行きました。あと20日、あと20日しかない。はい、あと20日です。コーヒータイムということで、今日はね、片野さんの、扇橋2丁目ブレンドですね。これがね、今日でおしまいです。はい。でね、あの、ここ、数日というか、12月入ってから、すぐにね、旅行に行ってきまして、で、帰ってきてね、まあ、昨日帰ってきたんですけど、かなりね、旅行面白かったですね。うん、あんまりね、下調べできなかったんですよ、今回。直前がね、だいぶ忙しかったんで、事前調査みたいなのができなくて、まあ、社会科見学とか、修学旅行でいうね、遠足のしおりみたいな、そういうやつがね、作れなかったんですよね。まあ、あんまり作ってはないんですけど、まあ、それにしても、こことここは見たいみたいな、そういうやつ。で、ここが見どころみたいな、そういうのをね、全然調べられなかったんですよね。うん。ちょっとね、それがね、まあ、現地に行って、その、なんていうの、結構取り逃し、まあ、後から行ったりとか、その、実際にやってからね、その後から、あ、こっちの方が良かったじゃん、みたいなのをね、感じたりとかいうことが結構多かったなと思いましたね。うん。やっぱね、旅行って、その行き当たりばったり、まあもちろん行き当たりばったりでね、いろいろやるのも面白いんですけど、まあそれでね、今回良かった部分、あ、そんなのもあるんだみたいなね、気づきがあったりとか、そういう驚き、サプライズ感みたいなのがね、あったりとかして、まあ、そういうのもね、すごくいいんですけど、でも、おっと、色落ちちゃった。じゃまずはね、コーヒーいただきますか。はい、コーヒーいただきます。うーん、いい香り。あー、美味しい。あー、いいね、最高で、まあそのサプライズ感みたいなね、いう感じで、
の驚きがあるっていうのもいいんですけど、やっぱりね、その取り逃しちゃうものっていうのがかなり多くて、まあ、例えば電車とかだとね、あの3人分、まあ、3人分でそんなに値段変わん、2人分とね、3人分とそんなに値段変わんないんだけど、3人分出した方がね、明らかにいい席が取れたりとか、そういうのがあったんですよ。なんかボックスシートみたいなのがあって、その観光用シートみたいな、普通の横並びのシートじゃなくて、そのパーティー席みたいなね、そういうのが取れたりとか、結構そういうのがあってですね、うん、ちょっともったいなかったなとか、あとやっぱりここのお店はこっちとこっちにお店があるけど、こっちこのお店絶対なんか見どころがあるから行った方がいいよみたいなね、そういうの後から気がついたりとかしたんですよ。ちょっとね、そういうのは本当あのもったいなかったなと思いましたね、うん、まあ旅行をね行くっていうのは結構前から分かっててね、まあ、そこはね僕の悪いところなんですけど、その直前にならないと準備しないっていうね、うん、まあ、夏休みのね宿題じゃないですけど、そういう直前にならないと準備をしないっていうのがあって、でそれで忙しいとね、なかなか準備がおろそかになってしまう、うん、まあ忘れ、幸いね忘れ物とかそういうのはなかったんでいいんですけど、うん、まあ旅行ってね、しかもそこそこ遠出になると、まああの一期一会みたいな感じになっちゃうじゃないですか。そんなね、あの来年もじゃあ行くかみたいのはならないんでね、なんで、まあ、下調べとかをしてね、うん、しっかりして、しっかりあの予習をしてね、行くと、そっちの方が旅行ってやっぱ楽しめるなっていう風にね、ちょっと感じましたね。うん、まあ、失敗で言えばね、まあ、旅行中の失敗で言えば、これもね、失敗だったんですよね。これ、まあ、前に買ったね、アンカーの充電器なんですけど、まあ、これが失敗ってわけじゃないんですよ。これは別に成功なんですよ。こいつはちっちゃくて、ハイパワーで、かなり重宝するものなんで、こいつ自体はかなり良かったんですけど、何が失敗かっていうとこれです。はい、充電ケーブル、まあこの間ね買い足ししたとかしましたけど、 USB ケーブルですね。はい、これ何が失敗かっていうと、まずこれね、こいつ、これが、まあ、C2C なんですよ。 C2C で、こいつ、これは Apple Watch のね、充電器なんですけど、これは、はい、USB-C。はい、もうここでわかる人いるかもしれないですけど、はい、こいつね、これも C2C なんですよね。この、この充電器、C が2つに A が1つなんですよ。そうなんですよね。あの、ちょっとね、僕の勇み足というか、なんていうか、あれで、あの、USB-C、あの iPhone も iPad もあと何ていうの、その Apple Watch とかも全部 USB-C にして、てか USB-C、まあ、モバイル関連だったら全部 USB-C でいいだろうっていうぐらいで持ってったんですよね、うん、で現地着いて全部挿そうと思ったら一緒に充電ができないっていうねA が1個ついているんで、充電のね、この穴が足りなくなるっていうか、足りてるんだけど全部させないってね、3つ同時にあの充電ができないっていう、そういう状態に陥りまして、あのちゃんと考えていかないとダメだなっていうふうに思いましたね、うん、もう1個買ったね、これと同じやつ、これの上位機種のやつは USB-C のね、あのポートが3つついているんで、まあ、そっち持っていけばよかったんですけど、まあ、ちょっとサイズが大きくなるんでね、うん、ちょっとでもサイズを小さくしたいと思ってこれで持ってったら、そしたら今回同時にさせられないっていうね、そういうハプニング、うん、いやちょっとね、誰も見てないところで、あ、刺さんないと思ってちょっと恥ずかしくなりましたねそれをね、もうこういうところでコーヒータイムでね暴露しちゃいますけど、ちょっと皆さんね、こういう、まあその事前のね下調べとかもそうなんですけど、観光地のね、うん、そうなんですけど、こういう荷物のね、こういう荷物の組み方の、準備とかもね、しっかりと時間をとって、余裕をとってね、やった方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、何でもかんでもね USB-C にすればいいっていうもんじゃないですね。はい、そういう感じで、皆さんもね、年末、まあ、実家に帰ったりとか、どっか旅行に行くっていう人も多いとは思うんですよ。なのでね、そういう時は、まだね、
年末のその冬休みに旅行とか考えてる人はまだ余裕があるんでね、今のうちにその旅行先のね下調べとかしておくといいんじゃないかなと思います。はい、っていう感じで、バイ。